体の問題は一回見といた方がいいから産業医に会いに行ってください。はい、わかりました。私適応障害って言われてさ、眠れないっていうか、なんか仕事でもミスが多くなって、だから休んでんの仕事。それでもその手を伸ばして、指先だけでも伸ばして、傷つくことができるなら救えることもできるだろう。飛べない鳥はとどまって、気づけない自由を描いた。差し出される時を待って、必要な努力を怠って、誰かの止まり木を探して、そんなフリーダムをしてみてるだけ。僕と姉さんは相性がいいだろう。よくないよ。なんですよ。全然よくないよ。すぐ怒る。